あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず、人間には無反応。普通なら、とっくに襲ってきているはず。それに、あの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。救援要請。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が固まれて、僕たちはもう終わりだ。はっ、邪魔しない。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。できるだけ周りの巨人を引きつけておこう。連弾、やばいってことだよな。狙う。
の巨人が近づいてきている。どうしよう、巨人どもに私たちに壁を登らせない気がする。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。ケチらしい。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。Thank you.
けてもらうだと。そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？
どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンが